巨人阿部にバント指示された時の大城の表情、こちら大城選手の表情、考えるのをやめました。顔死んでてくさ、ほんまこいつええ加減にせえよ。この打席は結果どうなったんや。バントってどういう時に使うのが効果的なんや。阿部と片津波とか野球未経験のファンでもダメだって分かりそうな監督なんで使うかね。さすがにクソ大城、バントやめろよマジで。大城がかわいそうやわ。去年から阿部にバントサインばっか出されて、そら加藤純一も阪神ファンにくら替えするわな。大城かわいそうすぎる。阿部やめろよマジで。大城のモチベーションを下げ続ける男阿部、こいつのオープン戦の良いから打てのシーン本当に嫌い。投手でもなけりゃバントなんてする意味ないわ。阿部解任は最大の補強采配が原なら間違いなく貯金作ってる内容だし、大城って全試合出場ぐらいしたら20本は余裕で超える才能あるやろ。打てる自信あるならサインなんて無視する逸材を求めてるかもしれない。なんで阿部は大城バントに意地になってんの。立浪さんみたいな健常者に文句言って立ちにどらって浅いよな。ご視聴ありがとうございました。